どうも、石川です。これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6件ありますね。そちらの2020年度の問91から問100までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問に関してはですね、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。それでは早速始めていきましょう。問91番です。医薬品販売業に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかという問題ですね。はい、こちらはですね、答えは1番が正解となります。A は正解ですね。そして B。医薬品販売業のうち、一般の生活者に対して医薬品を販売することができるのは、店舗販売業及び卸売販売業の許可を受けたものだけであるとありますけど、これ違いますよね。店舗販売業、そして配置販売業は一般の人に販売することができますけど、卸売販売業というのは、この店舗販売業だったりとか、配置販売業とか、あとは薬局とか、そういったところにお薬を販売していく。要は、そういった専門のところにしかですね、お薬を販売することができませんので、一般の生活者には、販売はできませんということで B は誤りです。はい、そして C、 薬局において医薬品を販売するためには店舗販売業の許可を受ける必要がある。薬局は別にもうね、許可を受けていれば改めて店舗販売業の許可を受ける必要はございませんので C は誤り。そして D、 医薬品販売業は医薬品をあらかじめ小分けし販売することができる。前もってですね、あらかじめというのは前もって、小分けをしていくね、じゃあ二錠だけ、包んでいこうかなとか、そのようにしていくことはダメです。なので、お客様の求めに応じて二錠だけくださいねとか、十錠くださいねとか、そのような形でお客様の求めに応じてですね、お渡ししていくことはできますが、あらかじめというところがここ誤りとなりますので、D は誤りです。ということで、問91は1番が正解でした。はい、では次、問92番です。次の記述は一般の生活者に対する医薬品の販売の際に店舗販売業者が必ず行わなければならない事項に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちらは答えは1番が正解となります。はい、A、B 正解ですね。そして C、第二類医薬品または第三類医薬品を販売した日時を書面に記載し保存しなければならないとありますけど、こちら保存し、必ずしなくてはいけないではなく、第二類医薬品、第三類医薬品はですね、これ、努力義務、なるべくしていきましょうね、という内容になります。なので C 誤り。それから D も保存しなければならない連絡先ですね。購入者の連絡先を書面に記載し保存しなければならない。これも誤りですね。これも努力義務、なるべくしなければいけない、なるべくしてくださいね、という内容となりますので、C と D は誤りなので、1番が正解となりました。はい。そして、今度は、問93番です。医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、A です。じゃないですね、これ。ごめんなさいね。答え行きましょうね。ごめんなさい。答えは、こちらは2番が正解ですね。はい。2番が正解でした。A が違うんですよ、これね。A が違うんです。薬局開設者または店舗販売業者が、指定第二類医薬品を販売または授与する場合には、医薬品の販売または授与に従事する薬剤師または登録販売者に書面を用いて必要な情報を提供させなければならないとなるんですけど、この書面というところ違いますね。書面を用いて情報を提供しなくてはいけないのは、前のところにね、用紙同医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品とちょっとね、のホワイトボードに書かせていただきました。この中で書面を用いて情報を提供しなくちゃいけないのは何でしたっけと言ったら、これですよね。要指導薬品、第一類薬品が、これが、書面を用いて情報を提供しなくてはいけないものだったと思います。はい。ということで、このあたりのところですね、もう一度確認しておきましょう。はい。ということで、A、誤り。そして、B、C、正解、D ですね。店舗販売業者は第一類医薬品を販売する場合には、情報の提供を行った登録販売者の氏名、ではないですね。情報の提供を行うのは薬剤師ですので、薬剤師の氏名となりますから D は誤り。なので、
問い93は2番が正解となりました。はい、では行きましょう。次、問い94番です。医薬品の陳列に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B、D が正解ですね。そして C が違いますね。第一類医薬品は必ず鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならないとありますけど、必ずではありません。第一類薬品はどこに陳列しなくちゃいけないのかというと、例えば前のホワイトボードにも書きました。第一類薬品陳列区画というところがありまして、ここはですね、第一類薬品を陳列するところから 1.2 メートルの範囲というのが、そういった第一類薬品陳列区画と呼ばれるところになります。まあ、この辺りは細かく突っ込んでくることはないんですけど、そういった区画があるんだなと。で、そんなところだったりとか、あとは鍵をかけたところだったりとか、あとは空箱などを置いてお客さんが直接手の触れられないようなところとかに保存しとくとか、保管しとくとかですね、そういったどれかので、やっていただければ OK です。なので確かに鍵をかけてもいいんですけど、必ずというところが誤りとなりますので、 C はここ×ということになります。はい、ということで問い94は2番が正解となりました。はい、では行きましょう。次、問い95番です。次のうち、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に、掲示板で必ず掲示しなくてはいけない、ならない事項として正しいもの、組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A と C 正解で、B と D が違いますね。まずは、店舗で取り、B ですね。B は店舗で取り扱う、こちら、用紙、同薬品の品名ね、そんなものは必要ございません。そして D なんですけど、医薬部外品に陳列に関する説明ね、これ医薬部外品じゃなくて、医薬品のね、説明だったら必要になりますけど、医薬部外品とかはね、必要ございませんので、ここ D は誤り。ということで、2番の A と C が正解でした。はい、では次行きましょう。問い96番です。はい、こちらはですね、答えは3番が正解となります。はい、まず A なんですけど、薬局開設者は、で、ここ。ごめんなさい。ちょっと問題文読みますよ。次の記述は特定販売に関するものであるということで、特定販売に関するものなんですよ。で、そこを含めて A 見ていきますと、薬局開設者は当該薬局において、貯蔵し、または陳列している用紙同意薬品の特定販売を行うことができるとありますけど、特定販売は用紙同意薬品の販売はできませんでしたね。なので A は誤りとなります。で、そして B と C は正解。そして D です。これ難しいんですよ、これ。ちょっと難しいですね、これ。いや、これやられちゃったなと思いましたけど、D なんですが、これ、薬局開設者は、すべての薬局製造販売医薬品の特定販売を行うことができる。丸かなって思っちゃうんですけど、これ×なんですよ。どこが違うかというと、すべてのっていうところが違います。すべてのが違うんですよ。何これと。ね。だって薬局製造販売医薬品って特定販売で売っても OK じゃんっていう、確かにそうなんですけど、すべてダメなんですよ。すべてじゃダメ。何かというと、毒薬と劇薬であるものを除くとかっていう条件があるんですよ。毒薬と劇薬であるものは特定販売しちゃダメだ。ね。だって毒薬と劇薬って要指導薬品じゃないですか。なので、薬局製造販売薬品の中には毒薬とか劇薬に分類されるようなものが入ってしまうことがあるので、そういったものは除きますよというところになりますから、こちら D、すべてのというところが誤りとなりますので、ここのところは難しかったですね。はい、ということで問い96は3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問い97番です。次のうち、薬局開設者と卸売販売業者が医薬品の初回取引時に書面に記載しなければならない事項として正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番となります。はい、こちら
最近多く出てきているような問題となります。なので、このあたりはですね、これからものよく出てくるところとなりますので、しっかりと確認していきましょう。なので、こちら2番の A と D が正解なんですけど、B と C ですね、B と C はこれ書く必要は、ございませんので、何が書かなくちゃいけないのかというのをもう一回ですね、テキストや参考書など、あとは手引きなどですね、参考確認をしておきましょう。はい、ということで問い97は2番が正解となります。次、問い98番です。乱用などの恐れがあるものとして、厚生労働大臣が指定する一般用医薬品に関する以下の記述のうち正しいものはどれかということで、はい、こちら正しいのは2番が正解となります。1番、これ難しいんですよ。1番難しい。何かというと、店舗販売業者は当該医薬品を購入し、または譲り受けようとする者が若年者である場合にあっては、販売に従事する薬剤師または登録看護師に当該者の氏名及び年齢を記録させなければならないとありますけど、これ別に記録まではいいですね、確認だけで OK ですので、ここ1番は誤りとなります。ここ引っかかりますね。はい、そして2番正解で、3番ですね、これも難しい。3番もこれ難しい問題です。ジヒドロコデインを有効成分として含有する製剤は全て指定されているとありますけど、これ確かにジヒドロコデイン、これコデインだからね、乱用の恐れがある、これ正解じゃないかって思っちゃうんですけど、すべてというところが誤りです。何かというと、鎮外巨炭薬に限るという条件がついておりますので、そこに関するところの引っ掛け問題ですね。なので3番誤り、そして4番ブロモバレルル尿素を有効成分として含有する製剤は指定されていないとありますけど、指定されておりますので、ここ問い98は結構難しい問題でした。答えは2番が、正解となりました。はい、では問い99番です。適正な、販売広告や販売方法に関する以下の記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A は正解、 A で B だけが違いますね。医薬品の広告に該当するか否かについては、括弧1、括弧2、括弧3とあります。で、特に括弧3の一般人が認知できる状態であることのいずれかの要件にということで、いずれかの要件にって書いてありますよね。に該当するじゃなくて、いずれの条件にも、要はすべての条件に当てはまらなければなりませんので、どれかじゃダメなんですよ。全部じゃないとダメなので、B は誤り。ということで答えは4番が正解となりました。はい、では次、100番です。次の記述は行政庁の監視指導や処分に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解です。A、B 正解。C と D が違いますね。C どこが違うのかというと、都道府県知事は、配置販売業の配置員が薬事に関する法令に違反する行為をした場合、その配置員に対してのみじゃなくて、こちらは配置の社長さんとかね、必要な時には配置にも、指導が入りますので、そのようなところではのみというところが誤りとなります。はい、そして D も、こちらもですね、誤りとなりますので、ここのところですね、皆さん大丈夫だったでしょうか。はい、ということで、100番はですね、1番が誤りとなりました。はい、ということで、ここまでですね、皆さん大丈夫だったでしょうか。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、LINE アットなどに登録していただきますと、試験の情報、それから、質問などもいろいろお受けしたいと思いますので、ぜひぜひ、ご登録いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。